す。子供たちの脱走の首謀者はやはりイーライだった。信じがたいことだが、あいつは俺たちに対して武装蜂起を計画していたらしい。他にも何か隠しているかもしれん。オセロットが事情を聴取する。至急マザーベースに戻ってくれ。親父は？お前の父親はここにはいない。みんな戻ってきた。ああ戻った。だが諦めろ。居住区は完全な監視下、武器も全部取り上げた。決起は不可能だ。本当にうまくいくと思ったのか？公安だ。子供らは返す。ボスとも会わせてやる。だから教えてくれ。あいつらを逃がしたのは何のためだ？帰りたがっていたから。自分の国に？どうしてもうちに帰りたいって。じゃあうちが恋しかっただけか？うん。舞台の将軍 PF、 親を殺した正規軍、いとこ、兄弟、両親、みんな殺したい相手がいたんだ。だから言った、これが最後になるから悔いは残すなって。最後？連れ戻されたら覚悟を決めろって。この世界中が敵になる。やめろー！あんたはもういらない。事故死だったのか、イーライが決起のために仕立てたのか、どっちにしろずっと前から準備を進めていた。この世界との別れを。